台湾日本関係協会は中華民国の対日本窓口機関であり台北中日経済文化代表どころの台北本部である日本との間に国交がないため形式的には非政府機関であるが実質的には中華民国外交部の所管日本側のカウンターパートは公益財団法人日本台湾交流協会1972年9月29日 日本が中華人民共和国と国交を結んだため、中華民国と日本の国交が断絶したことを受け、貿易、経済、技術、文化などの民間交流関係を維持するための実務機関、後関係協会として、同年12月2日、設立された。翌1973年、財団法人交流協会との間の取り決めに、基づき、 東京弁事所、どころ、大阪弁事所、どころ、大阪弁事所福岡分ところを設置した。2017年現在は、東京の他に、大阪に弁事所、どころ、横浜と福岡、札幌、那覇に分ところを設置している。那覇分ところの前身は、中流文化経済協会であった。後関係協会の在日事務所は、長らく、後関係協会東京弁事所どころと称していたが、 1992年5月20日から台北中日経済文化代表どころと解消した。その最高責任者である中日代表は実質的には中華民国中日大使に相当する。台湾の本部は中華民国外交部と同一の所在地に存在し、外交部のホームページには関係部署として台湾日本関係協会が紹介されている。 台湾日本関係協会独自のホームページは外交部のサイトの中にある。2017年5月17日に名称を後を関係協会から台湾日本関係協会に変更した。日体間の諸問題を協議するため、交流協会との間で貿易経済会議を毎年定例的に開催している。 会議には、両国の関係官庁の担当者が出席しており、例えば、2007年の第32回貿易経済会議では、台湾側から、経済部国際貿易局局長を筆頭に35名、日本側からは、経済産業省の副局長級の交渉官ら55名の役人が出席した。この他に、重要な両国間接触としては、日台漁業交渉や、 日体航空交渉がある。いずれも民間代表機関の交渉という形をとっているが、実際は関係官庁の担当者が協議している。日体漁業交渉は1996年に開始し、2005年7月の第15回協議以降は中断していたが、2009年2月に再開し、尖閣諸島周辺での漁業トラブルに対応する。 緊急連絡窓口を沖縄、那覇に設置することで合意した。日体航空交渉では2009年2月の協議で台北松山空港、東京羽田空港間の航空路線の2010年開設で合意している。2010年4月、交流協会との間で日体双方の交流と協力の強化に関する覚書を締結し15項目のテーマで 協力関係強化に合意した。2015年11月には、通常の国家間の租税条約にあたる、日台民間租税取決めを締結している。財団法人交流協会と後、関係協会との間の在外事務所相互設置に、関する取決め1972年12月26日付で、中華民国外交部は、政府は、 後関係協会及びその中日核弁事どころの業務に対し十分指示と協力をするなどとする談話を発表している。後関係協会の紹介、阿キ正ウ、台湾日本関係協会517選府、台湾の対日窓口機関が台湾日本関係協会に新名少女幕式、中央社フォーカス台湾。 2017年5月19日閲覧。共同通信2009年2月27日時事、通信2009年2月19日、財団法人交流協会記者発表資料、記事資料、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び、脱税の防止のための、公益財団法人交流協会と後、関係協会との間の取り決め。 台湾の対日交流窓口機関、会長に、李過信氏対日窓口機関トップに、最総統の副線で、国史中の黒子、旧吉人氏が正式就任。対日関係は新時代に。ありがとうございます。